ロイヤルネイビー超ド級機関よ。この名を骨に刻んでおきなさい。戦果？そんなもの下僕どもに取らせて、私はその働きを見るだけでいいわ。あなたが指揮官？私に指図するなど10万年早いわ。でもまあチャンスをあげるわ。今日からあなたは私の忠実な下僕の一人となるのよ。なんなのよ、私をこんなに待たせるなんて。この庶民、誰が盗み見していいって言ったの？まだ準備できてないんだからね。小さいのは好機の印よ、わかった？ぶつかったですって？私に道を開けないからよ。お腹に触らないで、失礼よ。私の高貴な体に触らないで。ちょっと愚か者、何するの。死刑にするわよ。早くミッションを終わらせなさい。庶民の分際で仕事をサボるな。ひざまずいてミッションの恩賞を受け取るがいいわ。メールの中身に興味などないわ。いい働きよ。特別に少し休ませてあげるわ。この役立たずの下僕、クビにしてやるわ。このエリザベス様のために頑張りなさい。ここの雰囲気が気に入ったから少しだけここで座ってやっているの。勘違いしないでちょうだい。あなたも少しは役に立つところがあるから、特別に王家親衛隊の隊長に引き上げてやるわ。私が呼んだらすぐに来るのよ。いい？すぐ、速攻で、最速で。あなたね、仕事は手下に任せればいいじゃない。この私の婿となるものが私のそばにいてくれないとはどういうことかしら。寂しくなっちゃうじゃない。委託に行った下僕たちが帰ってきたわ。面白い献上物がないか見てきなさい。強くなる必要なんてないわ。まあ、あなたがせっかく強くしてくれるというのなら。超ド級戦艦の威力を見るがいいわ。ピースオブケーク、私のやることに間違いはないわ。なんてこと、このエリザベス様に恥をかかせるなんて。覚えておきなさい。女王の前にひざまずきなさい。何とぼけてるのよ、早く行きなさいよ。